皆さんこんにちは。 FA 移籍でソフトバンクと大型契約を結んだ近藤健介選手、入団会見が14日行われ、近藤選手はやっと落ち着いて日々を過ごせるなとほっとした気持ちがありますと FA 交渉に頭を悩ませたこの1ヶ月間を振り返りました。その一方でこの FA 交渉では他球団を圧倒したメガ契約、ギータさんよりもらっているわけないんで、ギータさんより高いことは絶対にないですと語気を強め、日本人野手史上最高額である柳田悠岐外野手の6億2000万円超えを否定します。詳細についてはご想像にお任せしますとぼかしたものの、これまで本塁打数のキャリアハイが2021年シーズンの11本、主要タイトルが19年4割2分2厘、20年4割6分5厘の最高出塁率という評価の難しいヒットメーカーに惜しみなく資金をつぎ込んだソフトバンク方式に球界が驚きました。こういった影響も受けてか、14日には4年契約の3年目の契約更改で現状維持1億2000万円プラス出来高でサインをした楽天島内選手は、大オフに FA 行使の直訴をしたことを打ち明け、あの金額には気持ちが負けちゃい、毎年何のために頑張っているのか、年俸も上がらないのでモチベーションのところがでかいですね、近藤選手のメガ契約が与えたインパクトに言及、プロ野球選手の金銭感覚を麻痺させた近藤ショックの波紋の広がりを示しました。そんな中、来季の去就がすでに注目されている選手があります。それが西武の山川穂高選手です。山川選手といえばオールスターでの打撃練習風景を流している動画で、あぐーソフトバンク行くらしいよという選手同士の会話が流れてしまい話題になりました。このアグーというのは山川選手の愛称で、巨漢の体型と沖縄県特産のアグー豚を引っ掛けたあだ名です。この思わぬ移籍話に西武ファンは嘆き、また CS 敗退後にはホークスベンチに笑顔で手を振るなど、移籍するのではと疑い始めるファンも増えていきます。また以前放送された中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2022のワンシーンで、 MC のアンタッチャブル山崎博也さんが来季国内 FA 権を取得する見込みの西武山川穂高選手に対し、ソフトバンクの山川さんとすでに他球団への移籍が決まっているかのようないじりを披露しましたが、これが物議を醸しました。そんな中で行われた契約更改では、複数年ではなく単年2億7000万円で更改、順調なら来季 FA 権を獲得します。果たして本当にソフトバンクに行くのでしょうか。また移籍するのならばどれほどの年俸価値があるのでしょうか。今回はこちらについてご紹介します。まずは山川選手について簡単にご紹介します。山川選手は2013年にドラフト4位で入団、ルーキー時代は2軍で行われる球宴フレッシュオールスターで4番を務め、優秀選手賞を受賞、9月には1軍で初本塁打を記録し、2軍では21本の本塁打を放ち、リーグ本塁打王を獲得します。2015年には大学野球日本代表相手に選抜される NPB 選抜の一員に選ばれ、4番一塁手で先発出場し、第1打席で2点本塁打を放ち注目を集めます。2016年には49試合の出場ながら14本の本塁打を放ち一気に注目を集めます。そして2017年、山川選手は前半は不調で低迷するも、後半戦にはスタメンに定着、ハイペースで本塁打を量産し自己最高の打撃成績を残します。この活躍が認められ、2018年には開幕4番打者を務め本塁打を量産、9月には自身初の40本塁打を突破し、最終的47本の本塁打を放ち本塁打王のタイトルを獲得、最後まで打点王争いもしていましたが、これは惜しくも獲得できませんでした。この活躍もあって西武ライオンズは優勝、しかし CS で敗退し日本シリーズには行けませんでした。この年の活躍が認められパリーグ最優秀選手に選ばれます。以降山川選手はチームを代表する4番打者として君臨、2019年には2年連続の本塁打王を獲得しチーム連覇に貢献、しかし2020年には不振に陥り、2021年も怪我で低調な打撃が続きます。しかし2022年、開幕から4番を務めると4試合で4本塁打を記録、しかしまたもや怪我で離脱ですが、復帰すると調子を落とさず本塁打を量産しリーグの本塁打王争いを独占、そして
負ければホークスの優勝という最終戦に自身初となる劇的なサヨナラ本塁打を放ちます。この年は41本の本塁打を記録し、3度目の本塁打王を獲得。誰しもが認める本塁打打者となりました。そんな山川選手ですが、冒頭でお話しした通り、来季オフにソフトバンクに行くという噂が流れています。果たして本当に行くのでしょうか。結論から言うと、可能性は高いと思います。なぜそう思うのかご説明します。山川選手は沖縄県出身、そして沖縄に一番近い球団はホークスです。ホークスは毎年沖縄で試合を行っており、山川選手としては毎年地元凱旋を行えるのは大きいと思います。また西武は FA の流出が非常に多い球団です。これは立地の悪さや夏場は非常に蒸し暑くなるドームの環境が影響していると言われます。一方でホークスは夏場でも快適なドームです。立地はめちゃくちゃいいとは言えませんが、通いやすい場所にあり、球団サービスも豊富、施設も充実しており、さらに高みを目指すにはうってつけの場所です。こういった観点からホークス入りを希望するのはおかしな話ではありません。一方、ホークスが山川選手を獲得するのかという点についてはこれも可能性は非常に高いと思います。ホークスの内野は高齢化が進んでいます。山川選手のポジションであるファーストの候補はおらず、もともと外野手だった中村晃選手が守る状況。もし FA 宣言すれば確実に動くと思われます。そこでもし山川選手が FA 宣言した場合、年俸はどれほどになるのでしょうか。今回の近藤選手の価値を加味し予想してみます。まず山川選手の通算成績を見てみましょう。実働9年で769試合出場、2605打数666安打、218本塁打、570打点、打率2割5分6厘、出塁率3割7分、本塁打王3回、打点王1回。このように打率は2割中盤ながら218本の本塁打数に3割後半の出塁率を上げています。近藤選手と比較すると安打数や打率、出塁率では負けていますが、本塁打と打点数は圧倒的に勝っています。また本塁打王3回の実績はかなりのもので、これは野村克也さんや中西太さん、現役で同僚のおかわりくんこと中村武也選手となるパリーグ歴代4位の記録です。これらを加味すると近藤選手を超える年俸提示があるかもしれません。ある西武 OB も近藤を超えてくることは確実。来年4度目の本塁打王を取って3度目の100打点をクリアすれば、チームの顔である柳田を超える10億円の年俸提示もあるのではないか。年齢的に7年は長いので5年の50億円はありかもと予想。日本球界初の10億円プレーヤー誕生の可能性を示唆してます。ただ山川選手が FA することが決まったわけではございません。残留の可能性も当然あり、西武がどう動くかで変わるかもしれません。来季の動向が注目される山川選手、まずは2023年シーズン西武で活躍し優勝に導いてほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。